こんにちは、よくしゃんです。今回は塩抜きダイエットをしたら何キロ痩せるのか1日検証してみました。塩抜きダイエットとはその名の通り塩分を抜いて生活するダイエットのことです。塩分の多い食材とか調味料は使用せんと、野菜とか果物を積極的に食べることで体内に溜まった塩分とか水分を出すような目的で行います。ここ最近塩分の取りすぎでもうかなり顔とか足とかむくんでるなって思ったので、今回ちょっとやってみようかなっていう風に思いました。で、1日のみやる理由なんですけど、純粋に1日でどれぐらい変わるのかが結構知りたくて、今回はちょっと短期間の1日でやってみようと思います。それではスタート。まずは体重から測っていきます。足サンダルで日焼けして線みたいになってるんですけど、すいません。開始する前の体重は 46.7 キロでした。基本朝起きたら歯磨いて顔洗ってすぐに外に出るようにしてます。いつもウォーキング中は仕事のタスクとか見て、やらないといけないことをなんか携帯でできることは歩きながらやってます。で、朝起きるって言っても私起きるのめちゃくちゃ遅くて、お昼ぐらいに起きるんで、いつも朝ごはんという昼ごはん兼用が多いんですけど、この日はスムージーを飲みました。基本冷凍したフルーツをちょっと解凍してからこんな感じで潰して、でその後にプロテインを入れてプロテインスムージーにしていつも飲んでます。この日は撮影ってことでコップに移してますが、そのままこのでっかいボトルごと飲んでます、いつも。で、朝ごはんとお昼ごはんの兼用を飲みながら、仕事のこともちょっとやらないといけないんですけど、最近株を勉強してて、ちょっと株のチャートとか確認しながらなんかやってる風ですね。トレーディングとかも全然あんまりやってないのでまだまだ勉強中なんですけど、なんか基本朝ごはんとお昼ごはんの時はなんかやってます。で、夕方ぐらいからもう夜ご飯の準備始めるんですけど、鶏胸肉を使います。鶏胸肉をこうやって両面ぶっ刺して、ピーマン4つくらい、玉ねぎ1つ、人参も1本くらいで、長芋もあったので1本乗せました。で、上からオリーブオイルかけて余熱200度のオーブンで20分ぐらい焼いていきます。で、塩分は取っちゃいけないので、今回はバルサミコ酢とオリゴ糖で作った、ドレッシングみたいなんで食べようと思ったんですけど、ちょっとこれかなり量作っちゃったので、だいたいバルサミコ酢大さじ3にオリゴ糖大さじ1くらいで作ると美味しく食べれます。で、出来上がったらお肉をこんな感じで食べながら切ってって、野菜と一緒にバルサミコ酢のドレッシングをつけながら夜ご飯は食べていきます。で、今よそってる白ご飯をこれプラスもう一杯おかわりして夜ご飯は食べました。で、今回は塩分だけを抜けばいいので、お酒はこんな感じでハイボールにして 2,3 杯ぐらい飲みました。夏に飲むハイボール最強に美味しいですよね。で、食後のデザートは今回ちょっと作るのめんどくさかったので、買った焼き芋を冷やし焼き芋にして食べました。でね、もう焼き芋って甘くてほんまに美味しいですよね。おはようございます。次の日の朝です。ちょっと減ってるんですよね。 46.1 キロになってました。私がやってみて思ったことは、塩分を一切抜くと食べるものが意外に結構制限されるなっていうことです。だから逆に言えば、それぐらい自分がいつも食べてるものには、必ずと言っていいぐらい塩分含まれてるんやなってちょっと冷静に引きました。で、1日に 3g まではなんか塩取ってもいいなどとかしないと、なんかご飯にしょっぱい味付けがちょっと何もできなくて、なんかちょっと味気ないなって今回思ったんですけど、だから今回の一日のご飯には全く塩分が入ってるものをとってないので、純粋になんか白ご飯に合う味付けができなかったなっていう風に思います。だから塩の結構偉大さを今回知った塩抜きダイエットやった。なんか多少むくみが減った気もするんですけど、めちゃくちゃ変わるかって言われると、なんかこれ多分2日ぐらいしないと完全な効果ってあんま見られないんかなっていう風なレベルでした。たら1日塩分を一切取らないことで、なんか味覚の塩味が結構なんか研ぎ澄まされたかのように、なんか少量の塩で十分になったので、なんか私みたいに塩分取りすぎの人でなんかしょっぱいものが好きな人には結構これいいんじゃないか、1日ぐらいあったらいいんじゃないかなっていう風に思いました。今回私は1日で、経過を見たんですけど、もしかしたら1日こう 2〜3g は塩を取って OK っていうことにして、これを 2〜3 日続けた方が結構まあダイエット的にもむくみ的にも効果があるのかなっていう風になんか思ったんですけど、まあ、それもまたちょっと今後やってみたいなと思います。で、なんかもし塩抜きダイエットやったことあるよっていう人はぜひちょっと感想を教えてほしいなって思います。なんか私はしょっぱいもの全部足すって結構難しいから、なんか今回1日だけでもちょっとしんどかったなって今回の研修で思ったんですけど、だからあんま私には向いて、塩好きすぎてあんま向いてなかったかもしれない。この動画がためになったよって思った人はぜひ見返して塩抜きダイエットをぜひやってみてほしいなって思います。またこんなダイエット方法を検証してほしいっていうのがあればぜひコメントで教えてください。